海と日本プロジェクト in 青森県。2019年にスタートした全国一斉清掃キャンペーン海ごみゼロウィーク、昨年は5月30日ごみゼロの日を中心に開催されましたが、今年は新型コロナウイルスの感染防止に講じ秋の開催となりました。9月12日にはコスプレで海ごみゼロ大作戦というキックオフイベントが東京タワーで開催されました。日本財団の笹川陽平会長がなんとコスプレ姿で登場。決まってますね。海ごみをゼロにするのはこういう大都会のみんなも協力してくれなくちゃいけないんで、今日は私は海から上がってきまして東京タワーに来ました。ルフィと共に頑張りましょう。環境省の小泉進次郎大臣が登壇しました。広げてキックオフを皆さんと共にスタートしたいと思います。みんなで日本が生んだ2050年の新しい海ごみをこれ以上もう海に流さない、この取り組みを広げていく取り組みを始めましょう。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。青森県もオンライン中継を結んでキックオフイベントに参加しましたよ。皆さん聞こえますか？手振ってくださってますね。東北エリアを代表して青森の新苗さんお願いします。はい、青森エリア事務局の青森テレビの新苗舞です。さあ、そんな青森県、今年は日本最大級とも言われる朝市、立花岩壁朝市で今月毎週日曜日にゴミ拾い活動を行っています。また来週は地元のサッカーチームと連携しゴミ拾い活動を行うなど、青森の海をきれいにするための活動がたくさん開催されているんです。三方が海に囲まれ身近に海を感じるからこそ、未来のためにきれいな海を残していきたいですよね。以上、青森でした。全国一丸となって一斉にゴミ拾いをしようという機運が高まっていますね。ゴミを拾って海を守ろう。こうした影響力を持つコスプレイヤーたちの活動は共感を呼んで、ゴミに対する意識が広がりますね。未来へつなげるきれいな街づくりを楽しく続けていきたいですね。海洋ゴミのおよそ8割が陸地から出ているゴミです。海洋ゴミを減らすには街でも活動することが重要です。私たち一人一人の行動が未来の海を守っていくことにつながっていくんですね。チェンジフォーザブルー。海と日本。